ゆっくり楽しく日本百名山。伊吹山。後編。それでは、前編のあらすじを紹介してまいりましょう。私かわいい霊夢さんと、お笑いマリサさんは、ゆっくり楽しく日本百名山、というチャンネルで、岐阜県と滋賀県の境、伊吹山へ来ています。なぜ、私の名前がお笑いマリサ、なんだ？家康の、天下取りを決定づけた、関ヶ原古戦場の、すぐ近くになります。私たちは、東軍に従軍した、京極氏が、かつて城を置いていた、城平寺、というところから登り始めましたが、琵琶湖の南岸に、宝石が出る山があることを知り、急遽、その宝石の山、田中見山にやってきたのです。さあさあ、マリサさん。私は、一生懸命応援するから、マリサは一生懸命、掘り出してくださいよ。チャンネルの名前も、かわいい霊夢さんと、お笑いマリサの宝石探し日記、に変更だよ。なんだか、話がおかしなことになっているが、相変わらず、伊吹山山頂を目指して、急な登り坂を登っているんだぜ。あと、霊夢とマリサ、はいいんだが、霊夢には、かわいい霊夢さん、と、かわいいも、さんも、ついているのに、私はお笑いマリサって、なぜなんだろう。まあ、世の中不平等なんだよ。私がかわいいすぎるからねー。ちょっと何言っているのか、わからないぜ。私たちは霊夢に振り回されながら、上へ、上へ、登っていくのでした。それでは、後編です。さて、5合目の合流地点から、急な坂となっているぜ。正面には霊仙山が、よく見えているぜ。琵琶湖はガスっていたが、琵琶湖の対岸の山の方は、見えてきたぜ。ああ、ああ、あの辺りに、私を、待ってる、石がある。山口桃江さんの、替え歌のつもりなのか？私は自分の心に、素直なんだよ。だいぶ、高度感が出てきたねー。霊夢さんから一文字取ったかもしれない、霊仙山より、高いところまで上がってきたのかな？あ、霊夢、そこに水晶。え、どこどこ？と、思ったら海の中にあるような岩だったぜ。七合目だね。残りの距離がわかるから、助かるよ。おやおや、登ってきたところが、あんなに遠くに見えている。思えば遠くへ来たもんだ。今度は海援隊ですか、霊夢さん。八合目の、休憩所のベンチだぜ。ここを逃すと、次は山頂だ。服の交換や、エネルギーの補充は、ここがおすすめだぜ。おお、なんだか雲が、少なくなってきたね。南側は、この後の景色が期待できそうだよ。山頂まで、あと少しです。私たちも、ここで休憩したぜ。山頂は見えているが、かなりの急な坂に見えるぜ。そうだね。まだ時間も早いし、ゆっくり休憩していきましょう。おやつを食べると、背中の荷物も、少し軽くなるからねー。バテないように、たくさん食べた方がいいよ。そうだな。その通りだぜ。ところで伊吹山は、なかなか登りかいのある山だね。そうだな。標高差も1100メートルほどあるからな。ドライブウェイは、自転車は入れるのかい？いや、入れないぜ。高速道路と同じように、バイクでも、ある程度の排気量がないと、入れないんだぜ。やっぱり大変な、登り坂だからな。ただし、年に一度、自転車で登ることのできる、伊吹山ヒルクライム、という、自転車の大会が行われているんだぜ。そうなんだね。おお、空に手が届きそうだよ。ついに、山頂に到着です。山頂はゴツゴツと、岩がある広場になっています。風が吹き抜けて、気持ちがいいですよ。わあ、雲が綿あめみたいだね。山頂には、
山小屋というか売店。そして伊吹山の神様を祀る祠があります。伊吹山ドライブウェイからのお客さんもいるからな。おや、あれは私をモチーフした山頂記念撮影場所。うっふふふ、悪い気分じゃないよ。そうなのか、おそらく山とタケルだと思うぜ。わかってないねー、マリサも。山とタケルが、私のヘアスタイルを、真似したんだよ。そうなのか、知らなかったぜ。あたぼうよ。遠い過去から、未来のドラえもんの時代まで、ザ・霊夢ヘアとして、名を馳せたんだからね。山の一番高い場所には、山とタケルの像がそびえています。伝説によると、山とタケルは、草薙の剣を奥さんのところに置いてきて、伊吹山の神様と戦って、大怪我を負ったそうです。山とタケルも、九州、静岡、東北、大変だったよね。なお、ここの伊吹山の山頂近辺は、もともと薬草が多い場所だったそうなんだが、織田信長がポルトガルからやってきた、宣教師の持ってきたハーブを、植えさせた、そうなんだぜ。へえ、さすが新しいもの好き、の織田信長だねー。そこで、ヨーロッパ原産と思われる草花が、何種類も、日本では、伊吹山だけにはあるんだそうだ。おお、白山方面。そして、乗鞍、御嶽山方面です。登っている最中は、全然見えなかったからねー。ちょっと雲がかかっているけれど、森が深いねー。ここから嵐ヶ岳、白山、北、乗鞍や御嶽山、中央アルプスから恵那山までを、見ることができます。木が山頂には生えていないから、本当に眺めがいいね。1377メートルの標高だから、あまり期待しないで登ってきましたが、すごい眺望だよ。やはり、日本百名山に、選ばれるだけのことはあるよな。ちなみに百名山の中では、3番目に、標高が低い山なんだぜ。そうなんだね。これで、宝石が見つかれば、最高なんだけどな。おや、あれは？ああ、先ほど説明した通り、伊吹山は地形的に、雪が多いんだぜ。ただし、標高が低いので、比較的早い時代。大正8年には、天候の観測所が置かれたんだぜ。そんな気象観測の方たちで、雪崩や吹雪で亡くなった方たちを、慰霊するために、建てられたんだ。はあ、そうなんだねー。そういう人たちの命がけの戦いがあって、積み重なって、現代の精度の高い、天気の予測につながっているんだねー。感謝感謝だよ。また、この整えられた登山道は、主に、霊峰伊吹山の会、という地元の方たちの手によって、傷んだ登山道は整備されている。地元米原市のホームページにも書かれている通り、入山協力金、お支払ってもらえると、良いだろうな。まあ、一日楽しめる、テーマパークだと思えば、全然気にならないよ。こんなに綺麗な景色を、眺められるのだし。おや、ここにはお地蔵さんだね。伊吹山の神様、山と竹、宣教師のハーブの山、そして弥勒菩薩。ここに来れば、いっぱいお参りできちゃうね。あなたは、神を信じますか？はい、私は金を信じます。ちょっと調子に乗りすぎだぜ。天罰が落ちないよう、慎重に行こうな。冗談、冗談だよ。本気にしないでよね。山頂は非常に広く、眺めも非常に良いです。ところどころ、ベンチもあって休憩できるようになっています。もちろん、荷物を軽くして、山小屋で食事をするのも、ありでしょう。今日はカレーを、カレーに食べないとね。そんなわけで、休憩の後は、山頂広場の西側にある、琵琶湖がよく見える場所まで向かったんだぜ。琵琶湖が見えると嬉しいんだが、伊吹山山頂には、山小屋があったり、神様を祀る祠や、ベンチがあって賑やかだよね。でも、
一番のご馳走は、この素晴らしい景色だよ。伊吹山を含む、ここ、琵琶湖国定公園は、日本で一番最初に、指定された国定公園なんだそうだ。そうなんだね。じゃあ、琵琶湖を見に行きましょう。と、その前に、綺麗な公衆トイレがあるので、行っておきましょう。箱があるので、入山協力金を弾んでおいてちょうだいね。ちなみに、ヨーロッパでも、駅、空港、観光地の公共トイレなどは、基本的に有料、なんだそうだぜ。へえ、そうなんだね。特に防犯面から、有料にしておくんだそうだ。なるほど、そういうことなんだね。私の面白く、センスあるお笑いも有料だよ。関西なら、まだまだじゃないのか？確かに、関西はお笑いのレベルが高いからねー。ここ、伊吹山でも颯爽と駆け上がる。お兄さんに、こんにちは。お兄さん警戒ですねーと声がけしたら。あかんです、限界ですわ。と、警戒と限界を引っ掛けて、切り返されましたよ。さすが、だよね。そうだよな。遠い測量、なトークは、関西ならではだと思うぜ。このチャンネルも、一日も早い。親父ギャグレベル、からの脱却が求められているぜ。関西にお笑い留学、行きたいよね。おお、琵琶湖方面、雲が晴れてきたぜ。琵琶湖は大きいねー。今日は山頂含め、景色もたっぷり堪能できたよ。景色も十分楽しめたので、ぼちぼち降りていきましょう。スキーか、グライダーで、華麗に降りていきたいね。そうだな。どちらも伊吹山で楽しめるんだけどな。蝶のように舞い、鳥のように歌う。みやび。私のためにあるような言葉ですわね。おほほほほほ。何か悪いものでも、食べたんじゃないのか、霊夢さんや。なお、伊吹山は都である、京都、奈良から近く、薬草の産地として、有名だったので、昔から、現代まで何度も歌や俳句で歌われていたんだぜ。例えば、小倉百人一首の中でも、伊吹山は出てくるんだぜ。そうなんだね。まあ、そういった歴史が、伊吹山が、日本百名山に選出された、背景にもあると、言っていいんだろうな。そうなんだね。五合目には大きなベンチがあり、多くの登山者が休んでいましたよ。三合目あたりになると、スキー場の趣が、より強くなってきました。おお、三合目の東屋には、薬草やお花の紹介があります。すごいねー、信長も当時の宣教師も、歴史の教科書上の人物だけど、綺麗なお花たちは、現代に生きる私たちの目を、今なお、楽しませてくれるんだよ。それは言えるよな。冬に向けてなのか、作業用の車が入ってきていたぜ。この辺りは比較的、傾斜も緩く、のんびり歩くことができるぜ。日焼け対策は、バッチリしてほしいけどな。だいぶ降りてきたね。今日は、さすがに霊仙山が、よく見えていたね。なんといっても、私、霊夢さんの霊と、同じ文字を使っているからねー。そういうことなのか？おや、あそこに見えるのは、かわいい蝶々だねー。おお、マリサ、あなたと同じ黄色だよ。おお、本当だぜ。私に会えて興奮しているようだな。激しく飛び回っているぜ。そうか、そうか。私も黄色い蝶々に会えて、嬉しいぜ。友よ、いつまでも元気でいてほしいぜ。また会おう。二合目だよ。ここ、伊吹山は0合目が、スタートになっているので、まだ、少し距離がありますよ。岩もほとんどない、歩きやすい登山道です。一合目では、パラグライダーを、楽しまれている人たちもたくさん、いらっしゃいました。こちらのお手洗いも、なかなか綺麗でしたよ。ここから、舗装道路は遠回り、登山道は、やや急になっているぜ。あと、一息だ、頑張ろうぜ。頑張りましょう。いいねー、パラグライダー。
飛んでいる人は、なんだか名残惜しそうに。地上に近づいてくると、上空をぐるぐる回っていましたよ。一号目には売店みたいなのもありましたよ。スキー場の玄関口のようでした。ここから、0号目まで標高差が約、200メートルもあります。登山道入り口は神社になっているぜ。ビジターセンターや、有料の駐車場もあるぜ。ビジターセンターでは、やはり月のワグマ、の、目撃情報が書いてあったぜ。月のワグマ？蜂蜜が好きで、不良少年のように、赤い T シャツを着ている。クマさんとは違うんだね。おそらく、そのアニメのクマさんとは、違うと思うぜ。あれ？ここは出発した場所とはちょっと、違うね。やっと気づいたのかい？ここは、伊吹山のメインの登山口。伊吹口さ。城平寺までは、距離にして6キロ。あと、1時間以上、歩く必要があるぜ。そうなんだね。じゃあ、私はここでお茶しているから、車を回して、ちょうだいな。交通量は、それほど多くありませんでしたが、道路に大型トラックも走っているので、5号目から直接、城平寺に向かうのが良さそうでした。うんうん、お疲れ様でした。なお、映像ソフト関連はこちらを使っています。いつもありがとうございます。音楽関連はこちらになります。ありがとうございます。見てくれているみんなも、いつもありがとう、だぜ。今回の伊吹山はいかがだったかな？伊吹山、関ヶ原古戦場と合わせると、より、楽しい登山になるんじゃないかな？そうだな。戦場全体を俯瞰できるぜ。ドライブウェイを使えば、楽に登ることができるだろう。また、チャンネル登録と、いいねボタンも忘れずに頼むぜ。それでは、また、次の山で会いましょう。もしかして、トパーズ大発見かな？楽しみだね。ごきげんよう、さよなら、さよなら、さよなら。なあなあ、主さんやあ。これだけ、田中美山の、トパーズの紹介をしたんだ。紹介だけしておいて、あとは知らんぷり、じゃあないよな。そうだよね、田中美山でトパーズ見つけたいよ。ちなみに、とんかつにかけるのは、なんだい？ダメだー、これは。